こんにちは、ゆうすけおかわです。今回はルマフェードのやり方について説明したいと思います。はい、今回はですね、インスタグラム、SNS を通じてメッセージをいただいたんですけど、以前僕が載っけたミャンマーの動画のエフェクトについて説明してほしいという声があったので、今回はそれを紹介したいと思います。これもとても簡単にできるので、皆さんぜひ挑戦してみてください。それではやっていきましょう。まずシーケンスにクリップを2つ並べてください。このドローンの映像とこのドローンの映像2つですね。で、基本的にそのルマフェードとしてつなげたい映像ですね。で、このクリップを重ねます。ある定位置、ここの重なってる部分がフェードします。で、上の方をクリップカットして、エフェクトでルミナンスキーですね。じゃあビデオエフェクトのキーイングのルミナンスキー、こちらをカットしたクリップにドラッグしてください。するとこんな感じになりますね。なんかディゾルブみたいな感じになるんですけど、これを時間調整ですね。まずじゃあこちらの前のクリップとつながるようにね、からこちらの棚田の映像になるんですけど、こちら、この 100% の状態を時間ボタン、タイムボタンを押して、こちら、最後のクリップで真逆にすると。ゼロにすれば、こんな感じですかね。はい、今ルマフェードのやり方について説明したんですけど、アフターエフェクトでやった方がよりサムコーレラに近い映像ができるとは思うんですけど、まあ僕はプロミアプロでルマフェードはやっていました。ぜひ皆さんルマフェードについてチェックしてみてください。どうもありがとうございました。